なんだよマジで。はい、皆さんはじめまして、ムツと申します。今回実況するのはスーパーファミコンから発売した、ウルトラマン、空想特撮シリーズというゲームをやらせていただきます。まあ、実はね、最近ウルトラセブンというこれの続編にあたるゲームの、実況をさせていただいたんですが、泣く子も黙る子供大号泣不可避の、超難易度の高いゲームだったんですけども、それの前作があるという話を聞いたんでね、中古で100円で買ってまいりました。で、今回もね、最高難易度のエキスパートでプレイをしようと思うんですが、その前にノーマルをね、3回クリアしたらやろうと。で、その難易度によってはちょっとタイトルを変えようとね、あのスーパーファミコンウルトラマン楽しく実況プレイみたいな感じにしようと思ったんですけども、まあ、お察しいただくという感じでやっていきましょうかね。まずはこうか。まずスタートとセレクトボタンを同時押ししないと出てこないオプションメニューをいじって、難易度、イージーノーマルエキスパートである最高難易度のエキスパートにしてやっていきます。まあ、じゃあやっていきましょうか。とりあえず、エキスパート初見です。ノーマルの難易度で3回クリアしたらね、エキスパートの実況で始めようと思ってたんで、じゃあまずはベムラーからいきましょう。まあ、難易度の違いっていうのも様々ありますから、単純に火力特攻強化とかだったら多分いけると思うんですよね。火力が強化されてるとか、耐久力が強化されてるとかだったら、それだったらなんかもう一回で全クリしちゃうかな、みたいな。はっはっはみたいな。ぬるくなったな、ウルトラマン、みたいな。まあ僕も一応、前作、じゃないや、ウルトラセブン、エキスパート全クリしてますから、ちょっとダメージがわかんないけど、まあ、ベムラーごときに食らうわけにはいかない。食らいまくってるんだが。できれば。まああんまり体力削られても気にしなくても大丈夫ですかね。で、例によって、まあ、やってみた感じ、ウルトラセブンとこのウルトラマンは結構操作感違うんで、結構もう違うゲームだと思ってやんないと痛い目に遭いますね。痛い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 。まあもう勝てるんでサクッと勝っちゃいましょう。ベムラーはやっぱまだ余裕だな。まあ一面から強くきつかったらね、さすがにね。ちょっと待ってや待てや。いやでもダメージそんなあれですね。よし、まあベムラーはきっちりね。結構ジャンプキックが、まあ、ウルトラセブンでも強かったんだけど、その辺の感覚がウルトラマン違うんでね。うわっ！てーてーてー、てーてーてー、てーてーてー、てーてー。まあ、タイムと体力がスコアポイントに加算されていくんですが、もうこれね、残機ボーナスがね、最もでかいので、この、このウルトラマンというの。なんかもう、体力と時間関係ねえじゃん、みたいな。スコアの伸び方するんで、できるだけ残機を残していって、スコアがある程度溜まるとね、1アップするんで、できるだけ死なないように行きたいですね。2面はテレスの。まあ、まだ遊びの難易度でしょ。まだ遊びの難易度。ちなみに初見プレイじゃ泣きそうになりましたね。もうテレスの段階で。ででー。でもまだ、この辺はお遊び。攻撃食らってくれますからね。ありがてえ。当たるもんな、ちゃんとキックしたら。この当たり前のことに感動するんだよ、俺は。この、王子キックっていうのがすごい大事。ウルトラセブンみたいにこういう飛び方では当たらない。王子キックして、ジャンプキックながら、こう、ローキックするみたいな。こう、相手の膝元にジャンプキックするみたいな。すごい痛そう。さあ、あとはもう溜めるだけですが。ウルトラマンはね、意外とこれ避け続け、バク捨てが遅いんで、そんなにバク捨てで回避し続けるっていうのが安定しないですね。まあ、テレスドンぐらいだったら、全然余裕ですけど。あんまり得策じゃない。いってー、なんでだよ。なんで2面から投げ負けてんだよ。よし。なんだなんだなんだ、エキスパート余裕か？やめよう、こういうこと言うのは。喧嘩を売ってはいけないゲームってのあるんだよ。ジュワン！まあまあまあ、この辺はまだな。まだ勝たしてくれるっていう感じだからな。まあ、あ、いいよ。勝ちたいんでしょ？勝てば？みたいな感じの、感じにまとめてきてますからね、スタッフとしても。さあ、意外と青で突破できて、調子がいいとここですでに5万点を超えて1アップするという感じですが。うん、超えたね。
超えねえじゃねえか。嘘じゃん。何が超えたじゃん。くそー、一面で食らいすぎたな。ベムラに削られすぎた。ここで本体1アップしときたいんですよね。さあ、ジャミラ。大人気ですね。僕は大好きです。まあ、BGM がね、地味にまたいいんですよね、このゲーム。さあ、遊びは終了のテーマが流れますね。ほら、これ遊びは終了だのテーマですから。意外とでもダメージ少ないな。ちょっと。ジャミラは、ジャンプキックのがきちんと制御できてないと負ける敵ですね。序盤の、というか、最初プレイした時の一番最初の壁である。今こんな簡単そうにダメージどんどん削ってますけど、まずこのジャンプキックを制御できなくて、ジャミラで負けまくりますからね。うわっ！やめろ！そもそもこいつの必殺が結構エグいんで。あ、いけそうだ、勝てそうだね、もう。とりあえずこのまま押し切りたい。今んとこなんかエキスパート要素はあんまり感じないんですけど。こっからっすかね。ちょっと一回こっち行こうよ。俺もう左じゃないと戦えない。じゃあな。まあ、原作だとウルトラ水流っていう、まあ、ただ水をぶっかけてるだけなんですけど、それでジャミラ倒してますが、ゲームではスペシウム光線で倒してますね。まあ、演出が入ると。ジャミラはもともと人間なんですよね。で、人間だったんですけども、まあなんか、異星というか、なんかこう、遠い星にね、置き去りにされて、水がない星だったんですけど、そこでこう、皮膚が変質化しちゃって、ジャミラみたいな、ああいう怪物になってしまったと。だからその代わりね、水にすごい弱くなってしまったっていう、まあいろいろ悲しいエピソードがある怪獣ですね。さあラスボスです。気持ちのラスボスね。もうここでね、投げ出したちびっこ諸君はかなり多いはず。というか、大人でも半分投げ出しそう。頭のおかしい難易度。さあ、まあまあまあ。どんな手を使っても勝ちますから、今回。止まって！くそ！痛えよ。とりあえずバリア張りますが、なんか跳ね返って音はする。痛い。もうね、あ、しまった、こうじゃない、こうじゃない！まあいいか。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。あ、終わりか。まあ、ここは普通に。これバリアで跳ね返してますけど、ダメージないですからね。意味がないですよね。やべやべやべ、そしてこのテレポートである。食らうか食らうか食らわないみたいな。やめえや、みたいな。ここで弾き返しても、バリアダメージはない。悲しいな。ここは本当にね、きちっとパターン組んで、倒すしかないんで。当たんねえか、くそ、いっていって。一回バリアで距離取ろう。ちょっと早めにジャンプ。ここジャンプキック当たればうまいぐらいの。くそ、ダメか。あバリア張ったべ、今。あ、ちょっと待って、早い。やべえ、うわ、ダメだ。ちょく。ゲージ溜まっちゃうな。うわ、間違えたボタン。こんなことしてたら負けるよな。うわー、やばってしまった、バカ。ちょっと気が抜けてますね、ムツーさん。これやばいですよ。思い出せ、お前、緊張感を。これは、この辺はきっちり跳ね返しておきましょう。貴重なダメージソース。俺、こっちが嫌だっつってんだろうがよ。で、ここでハイジャンプ。で、先端当てる。当たんない。バリアも張れない。近づかれ、ある程度近づかれちゃうとね、バリアがなぜか出ない仕様になってるんで。まあ、その辺は諦めて。あ、撃とう。これは相打ちでもいいや。ゲージがもったいなすぎる。危ない。この辺はきっちり跳ね返していって。間に合うか。お、当たった。さあ、そろそろ時間1分切っちゃうな。てんててん。さあ、カラータイムが鳴っていく！いや、撃つ。ここは、貴重な。だんだん削れてきたね。これはきっちり跳ね返して。これね、アラームが鳴っても焦らないことが何より大事。倒しきれないかもな。まあ、一気捨てるぐらいの覚悟でブルトンは望まなきゃいけないんで。で、そもそも一気打ちでいったらいい方だからな。きっちりかわしていこう。ここで、ハイジャンプ、キック。ダメか。これは撃つ。オッケー、いいダメージ。バリア。で、音が変わりますけど、ここでも焦らない。気持ちはわかる。気持ちはわかるよ。焦る気持ちはわかる。だが焦らない。ここで焦っては元も子もないからね。これ撃とう。一段階目で撃って。オッケー。うわ、しまった！今の話、これ間に合わなくね？一回ダメージ削り切ろう。
これ間に合わねえな。まあ、しゃあないしゃあないしゃあない。そういうこともある。いや、間に合う間に合う。うわ、これ間に合わねえ。いやー、そしてうわー、マジか。お願いキック。あと時間潰せばいいからな。1分36秒で、136秒で全回復するんだよ。友達がバリア使ってるから無理だ、まあ、きっちりダメージ与えつつ、はめつつっていう感じで、しかるべき。とどめの時に。いけるように。これはバリア。これに、これを食らわないってことは何も大事だ。オッケー。まあ、この辺は、もう慣れたもんですよ。消える。うん、まあまあ、消える。痛い痛い痛い。こういう小さい小さいミスをなくしていきたい。お、プレス溜まったな。痛い痛い痛い。しまったやっちまった。ないよね、これか。いけいけいけ。回復の方が間に合っちゃうんだね。これ、こればっかやって。ジャンプキック外してるから。当たった当たった。うわっやべ当たったこと喜んでしまった。これか。あいつでもいいから。行ってこ。危ねえ。ナイス回避ナイス回避。危ない危ない危ない。あー、まとめちゃったらもう暗い。バリア出ないからね。近くにいるとなぜか出ないっていう仕様なんですよね。結構早めに打っていかないといけない。何も鬼なのはバリアで体当たり回避しても相手食らわないっていう謎の仕様。それが加速させるこの難易度。打ってこ。またかよ。チャンスがねえな、なかなか。そこれが一番ダメージ操作だからね。あれをね、積極的に跳ね返していきたい、個人的には。さあ、ハイジャンプ、キック、当たった。いいね。バリア跳ね返そう。まあ、ここまで全然焦る。段階じゃない。ゲージが溜まるのが早くなってきますからね。お、いいね。間に合え！よし！よーし！ちょっと強気に出ることも大事。バリアで1消費してるからといって、この木を逃したら勝てなくなる、また。ちゃんとカラータイムが点滅してるね。細かい。まあ、ブルトはマジ壁なんで、これ突破できたのでかいっすね。これでもなんか、全然ノーマルと同じ感じでいってるな。いいぞ、いいぞ。今のところ鬼畜要素は少ない。完全飼いならされてんだよな。マジでね、これね、裏でやってた時は、これもう一生収録できねえわって思いましたからね、ブルトンで。マジクソ強いですから、あれ。さあ、レッドキング。まあ、この辺は、かもですね。怪獣系は慣れたらいける。成人系がきつい。怪獣はまだいける。なぜか2代目のレッドキング登場。でもなぜか怪獣とは思えないフットワーク。バクステがすげえ強いんだわ、レッドキング。早すぎる。ありえない。怪獣は基本的に地上戦強いんで、空中で戦いましょう。まあ、ドン敵も基本的に空中で戦うことになるんですが、怪獣系は尻尾が長くて、尻尾攻撃にやられちゃうとね、一方的にやられちゃうんで、基本的には地上戦に付き合わない。ウルトラセブンの、じゃあウルトラマンの、射程じゃまず勝てないんで、この王子大事。王子にすることによって敵の前進が誘発できる。で、その前進してきたところに膝元にキックを浴びせる。あ、やべ、いけるじゃん。おい、まあ出直してこいとこれはもうブルトン戦後の休憩ですね、完全に。さあ、次が、再び。まあ、中壁ぐらいかな。ブルトンを大壁とするんだったら。まあ、モンスターボックスで言うと、まあ、15段ぐらいの敵が出てきますね。モンスターボックスで言うと。まあ、なんで、まあ、気を抜かなければ勝てると。ただ、まあ、気を抜かないとは言ってないみたいな。っていうか、本当に繊細なジャンプキックが必要なんですよ。次は。さあ、みんなご存知、バルタン星人登場です。まあ、ウルトラマン、疎くても知ってるだろ、バルタン星人は。ウルトラマン一有名な怪獣なんじゃないか？やめろ。そのジャンプやめろ。お前やめろって。オッケー、来た。このボタン。いて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 。やめえや。マジやめて。本当にやめて。あれ、分身攻撃判定あるんでね。しかも分身になったまま、火の玉撃ってくるんで。鬼かお前は本当にやめて。分身壊した隙にねじ込んでくんの。負ける負ける負ける。いや、最悪削るだけでもいい。許せる。とりあえず分身に攻撃してすぐ分身貼らないでくれ、頼む、やめてくれ。くっそ。いい、これはちょっと、必要経費いって、
パターン来い。来てる。オッケーオッケー。バルタン星人当たんないように、大ジャンプ。通称大ジャンプを繰り出す。いい！しゃ！よし。ここ、残機、減らさなかったのでかい。ああ。